然だが、クラブの名前をセレブに変えるものです。こんにゃく野球部はもう終わり？飽きたものです。私はラブがいいと思います。ふむ、ラブもいいな。ラブって、だいたいラブのラって何なのよ。違う、ラブは愛という意味なりな、お姉さん。さすが部長。じゃあラブで。だから、じゃあラブでじゃなくって、私はラブのラって何かって聞いてんの。ラ、かわいい。どうでもいい、ラの意味なんかどうでもいい。ん？裸の音読みはラ。だからあんたも裸かー！あらわわや！つーか、一体誰？兄なものです。そう言われてみれば耳元あたりがって全然似てねーよ。あー、ごめん部長。兄に写真を見せてもらって、納得してくれなものです。写真？あ、これこれ。へえ、すごい、人間アルバムというわけですね。ま、そうそう、一枚引いてみてくれ。えいっ、押しちゃダメ。部長が二人？あ、それ一番古いやつ。あ、そっち？そっちを二人で今日って言った時の。うわ、そっくり。で、これが3日前の写真。間が飛びすぎだろ！しゃ、まあぶっちゃけ、ストレスがかかると僕も急激に兄のようになる可能性があるということなものです。うん？それはお兄様のように裸になってしまうってことですか？違う、兄が裸なのは服を着たら心臓が止まる病気だからなものです。ストレスがかかると部長があのアホそっくりになるってことでしょ。あれ、今日一番部長にストレスかけたの私じゃん。ごめんなさい部長、お願いだから絶対あんな風にならないで。じゃあ罰ゲーム。なんでそうなる？僕のストレス解消。で、その内容は？裸踊り。私人前で裸になったら、心臓が止まる病気なんです。じゃあ水着で。大丈夫大丈夫、裸で。だから裸は無理だって言ってんでしょうが。